はい、頭の話ですよ。これね、あんまり話しちゃいかんなと思ってたんですけど、やっぱね、ちょっと面白いんでね、話したいと思いますね。本当にまだ私がね、これ、そうだな、駆け出しの、私がまだ本部の当番とか行けてない時ですわ。で、頭は行ってるんで、そこに本部ってすっごい立派で、トイレも、なんていうの、お店みたいなトイレで、1個じゃないんですよ。洋式、和式、それから小便用の、あの便器もある、なんかちょっとした学校みたいぐらいな、すごい立派なんですよ。で、たくさんの人たちが来るから、そこのところに、私も見た記憶があるかな、1回ぐらいって、ちょうどね、昔なんかちょっとしたところにあったと思いますけど、こういうような文言になってですよ。急ぐとも心静かに手を添えて、外に漏らすな松茸の雫。こんなんだったと思います。こんな文言だと思います。要はどういうことかっていうと、まあ急いでるかもしれないけど、ちゃんとそのこぼさずに、やりましょうねっていうことを注意みたいじゃなくて、そういうなんていうのかな、ちょっとそういう上品な感じで、それを松茸の雫なんて言ってるところが、まあ品があって、それがね、暴力団事務所の、本部事務所にそうやって書いて、どなたがやったか知らないけど、なかなか、あ、そうなんだっていうような、そういう趣があったんですよ。それをですね、頭がね、おー、ええことが書いてあると、うちもやらなあかんと事務所にね、こう自分で書いたわけですよ。書いて貼ったわけですよ。自分見た時、あっと思いましたけど、余計な口に挟むと、このまたグズグズ言うんで黙っといたんですよ。あっと思ったんですよね。これがヒントですわ、皆さんね。で、どういうことかっていうと、そしたら組長が来ます。組長が来て、頭に、あ、なんやあれはって言うから、いや、本部で書いてあったんで、ええことだと思いまして、やっときました。お、そうかって。で、組長と二人で車運転してる時、おいって、太郎お前あれ外しとけよって、まあ、あんまり本人言ったらかわいそうだって言わんかったけどな、あれはないだろう、思うだろうって、いや自分思いましたけど、一応頭の手前あれはって、あれはないわと。なんて書いて、本人ね、字はね、懲役長いんでね、字は綺麗なんですよ。字は綺麗っていうか、もう懲役の字って、まあこれまたなんかの時、懲役が長い人の字ってあって、まあ、達筆って癖がある字でね、みんなそういう風なんですけど、なんて書いたかっていうと、急ぐとも心静かに手を添えて、外に漏らすな一物の雫って書いてあるんですよ。一物ってひらがなでね、松茸、まあ、そうですよ。そうですけど、一物って書いちゃいけませんよね。一物って書いちゃいけません。まあ、あれ外しとけよって言われて、なんかうまいタイミングで外した覚えがあります。以上です。あ、ちゃんと乗ってきたね、と思ったね。はい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 。